私は牛糞を餌にして植物プランクトンを増やす装置を開発しました。牛糞から植物プランクトン？なぜこんな装置を作ったのでしょうか？植物プランクトンを増やすことによって養殖用の魚介類の餌を作れば地球に負担をかけずに安定的な養殖を進めることができます。これつまりはお魚を安く買うことができるという話ですね。ほほほ、まあそういうことじゃな。牛糞には植物プランクトンが好む窒素が入っているんじゃ。この装置によって窒素をちょうどいいペースで与えることができる。牛糞から植物プランクトンを大量に増殖させて、最終的には餌として魚の養殖に役立てようという画期的な発想じゃ。人口のおよそ6倍もの牛が育つ鹿追町、酪農が盛んなこの町では牛の糞尿由来の水素ガスを作るという先進的な取り組みをしています。周囲の酪農家から回収した牛の糞尿を発酵させます。その際に発生するバイオガスの中のメタンが水素ガスの原料。北海道大学の石井先生は糞尿が発酵した後に残る消化液を使って魚の養殖用の餌を作る仕組みを開発しています。現在ですね、魚の養殖に使われている飼料は多くは輸入に頼っています。この仕組みを使って、植物プランクトンを育て、その植物プランクトンを今度動物プランクトンに食べてもらって、その動物プランクトンを魚の飼料として使うことができれば、遠くから運んでくる時の燃料を節約することができます。さらに牛のたくさんいる町ならどこでも適用できる技術なんです。海のない内陸地であっても漁業などの新しい産業を作り出すことができます。牛の糞尿からは水素ガス以外にも様々なエネルギーを作り出すことができます。温めたハウスで育てているのはなんとマンゴー。出荷時期を冬にすることで他の地域との差別化も図っています。水槽の水を温めて育てているのはこちらも珍しいチョウザメ。数年前からは町内で人工孵化にも成功し、キャビアの試作も順調に進んでいるそうです。